皆さんどうもこんにちは、ヒカゲームです。本日もウィーラープリ2021最新情報やっていきたいなと思います。今回はですね、2021大型アップデート金光閣の6客第4弾やっていきたいなと思っております。このシリーズ最終回ということで、今回はディフェンダーゴールキーパーシリーズの後半やっていきたいなと思っております。最後のゴールキーパーまで一気に駆け抜けていきますので、ぜひ最後まで見届けてください。ちなみにですね、今回紹介するのはこちらの8名になりますので、はい、参考になったいいなと思ったらぜひ高評価チャンネル登録で応援してください。で、一応この金光閣シリーズが終わったら、通常黒シリーズっていうのも始めていきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ではですね、早速いきましょう。レッツゴー。はい、まず1人目ですね、ダビド・ルイス選手、85から83ということで、まあセンターバックだけど、センターバックらしくない能力値ランキング2位って感じなんですけど、いやー、ダビド・ルイスも後半下がっちゃってますね。まあ最近金光閣ばっかり紹介してるのもあるんですけど、ちょっと後半下がってる選手多めで、ディエンダーとしてはちょっと辛いかなっていうところはありますんで、で、能力はですね、まあむしろさらに特徴が増した感じで、まあ課題だったスタミナも強化されましたし、フライパスはですね、ついにレベまで90突破ということで、相変わらずのね、このセンターバックっぽくないスキル構成なんかも考えると、やっぱ選手としての特徴はね、髪型と同じぐらい尖ってるなと思いましたね。まあなのでセンターバックっていうよりはやっぱり DMF とかで使っていただくと輝くんじゃないかなと思いますね。でもそうなると、実は今回 DMF のね、濃い適性っていうのが薄い適性になっちゃってるので、ここちょっともったいないなって感じはしてしまいますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、85から83アスピリクエタ選手ですね。アスピリクエタなんで金光閣なんだろうね。まあ結構ツイッターとか見てると、アビダル、アスピリクエタあたりはなんで金光閣するんだろうって意見がめちゃめちゃ多かったんですけど、正直ですね、能力も全体的に下がってるんですよね。特にディフェンスセンスマイナス6なんかは結構きついですし、あと気になったのは懇願なんですよね。実はアスピリクエタって2019の時懇願8だったんですよ。っていうのもあってすごく疲れていて、で2020になるタイミングで7に下がって、まあ7でも高いよねって思ってたけど、今回さらに6ということで、この年々綺麗に懇願が下がってる感じがちょっと残念なんですけど、まあただ1個あるのは、プレイスタイルが守備的サイドバックということで、ここが健在なんですけど、 PSO だとライサク4バックのサイドがサイド CB 置けなくなってるので、アプリはどうなるかわからないですけど、アプリとかでもそういう仕様になった場合、守備的サイドバックなんかが輝く可能性十分あると思うんですよね。まあそういう意味では、この守備的サイドバックっていうプレースタイルから今後も積極的に使われる可能性っていうのは十分あると思いますので、はい、そういったところはすごく期待かなと思っております。まあ実際ね、改めて見ても能力の万能さありますので、まあ金光閣しても使われていきそうな選手だなとは思ってますね。はい、ということで次いきましょう。はい、次はですね、85から84アレックス・サンドロ選手ですね。はい、サンドロに関しては能力と引き換えにスキルの大量追加を得たって感じで、まあ悪魔のね、契約をした感じがすごくあるんですけど、はい、スキル追加で言うと、ワンタッチシュート、ワンパ、マリーシャン、インターセプト、闘争心ということで、ワンパワンシュー追加に元々のピンポイントクロスもありますので、どうだろうな、サイドバックっていうよりはサイドハーフ起用とかの方が結構刺さりそうだなっていうのは思いましたね。で、個人的にはですね、降格はしてるんですけど、まああんまり弱体化してる感じはないかなと思っていて、まあ後半なんかがね、上がってくれたらむしろ超強化だったよねってなるレベルですし、あとは下がってる能力もそんなに下がってはないので、降格したことでね、FP でより強化されることを考えると、FP がすごく楽しみだなって思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、85から84リュカ・エルナンデス選手ですね。まあ今回ですね、オーバーラップからビルドアップにプレイスタイルが変わっているということで、ここのプレイスタイルの評価次第ではあるんですけど、能力スキルで言うと全然悪くないなって思っていて、というかさっきも言ったんですけど、むしろこのくらいの低下だったら P になったことで FP になった時の強化幅って増えるんで、 FP になった最終的な状態を考えると、むしろ2020より2021のリュカ・エルナンデスの方が強くなる可能性あると思うんですよね。で、能力も実際3下がりもスタミナですし、むしろフィジコンやアグレッシブネスは上がってますので、アクロバティッククリアなんかも追加されることを考えると、いや全然いいなって思いましたね。特にこのスピード瞬発がね、結局90前後とセンターバックとしては相当速いので、バイエルン CS とかで来年出てきたら超当たりレベルになるんじゃないかなってすごく期待してますね。はい、ということで次いきましょう。はい、センターバック最後はですね、85から84ロマニオーリ選手ですね。はい、この後紹介するドンナルンマとセットで金光閣してしまったので、はい、AC ミランから黒玉は残念ながらいなくなってしまいましたね。で、ロマニオーリに関してはパスや足元が上がってる分、ディフェンス能力やフィジカルが若干下がってる形で、ただまあマンマーク追加されてるし、どうなんだろうな、プレースタイルもオーバーラップになってるころ考えると、いや全然なんかありだなって感じはしましたね。まあこちらもですね、2021で FP さえ出てくれれば、まあリカエルなんですみたいな感じで、2020よりあれよくねってなる可能性あると思いますので、まあそこに期待かなっていうところですよね。はい、ということで次いきましょう。はい、ここからゴールキーパーになるんですけど、ゴールキーパー一発目86から83ということでケーパー選手ですね。まあ結局ゴールキーパーに関してはなんだかんだゴールキーパー系は FP になると強化されるんで、まあ特に
注目するのはコンアンスキル身長あたりではあるんですけど、ケッパーはねこのコンアンマイナス1が痛すぎるんですよね。もともとコンアン後でもちょっと不安だったんですけど、さらに下がってますし、あとはゴールキーパー系でいうと低めだったクリアリングが下がってるのと、ディフレクティングがですねマイナス7されてますので、90前半だと FP 強化でもカンストまで持っていけない可能性あるので、ちょっと全体的に厳しくなっちゃったかなって感じですかね。まあ身長も186センチということで、ガチスカ起用は厳しいかなというところですかね。まあ現実で言うとね、チェルシーに新しいゴールキーパーも加入しましたけど、個人的にはケッパすごく応援してるので、リアルですごく楽しみだなと思ってますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね85から83ピックフォード選手ですね。ピックフォードもね今回4なんですよね。しかも今回マイナス2ということで6から4に落ちてるので、ショックな気持ちはピックフォードの方が強いかもしれないですね。まあ能力面もですね、ゴールキーパー先生キャッチング、ディフレクティングマイナス3ずつされてますし、まあ今回4ってこと考えるとライブアップデート良くない限り厳しいかもしれないですね。まあエバートはですね今期新加入選手も多いですし、ライブアップデートは結構期待はできると思うんですけど、まあ今回4、あとは身長面など考えるとこちらもガチスカちょっと厳しいのかなって感じですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、本日最後、そしてこの均衡格シリーズ大取りになるのが85から84ドンナルンマ選手ですね。まあ2020では最強格のドンナルンマだったんですけど、はい、ここで均衡格ということで能力どんな感じになるんだろうと思ってビクビクしながら見てたんですけど、いやこれ意外とやりそうな感じはしますね。でゴールキーパー系はですね、ゴールキーパーセンスマイナス3以外はそこまででかくないですし、まあゴールキーパーセンスもですね96ということで、このくらいだったら FP の強化でカンストすると思いますので、全然なんか FP 強化で補えそうだなと思いましたね。でそしてですね、後半や身長も変わっていないので、まあこれだけで超安心って感じですかね。まああとはディフェンスセンスだったりとかジャンプ、まあゴールキーパー系以外のところががっつり落とされているので、そこがどう影響するか次第かなと思ってますね。ただまあ基本的なスペックは均衡格したとはいえ弱体化と言えるほどではないと思ってますので、まあ正直安心して2011でも使えるんじゃないかなと思いますかね。はい、ということで今回ですね均衡格シリーズ最終節やらせていただきました。まあこれで次から通常黒シリーズということで、まあ通常黒より気になる方すごく多いと思いますので、はい、頑張って動画作っていきたいなと思います。いいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の選手のクイズはこちらになります。ぜひ予想していただいて、この後のエンディングに答えが出ますので確認してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。